はい、今回ご紹介するおすすめの本、今度からですねちょっといろいろと皆さんに僕が今まで読んできた本の中でおすすめしたい本を紹介したいと思って、この動画もさらにどん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 作っていこうと思います。今回初めてのこの本の紹介の動画としてあげるんですけども、これも中学生だったり高校生だったり大学生、また社会人の人も絶対知ってほしい、超読みやすいし本苦手なんだよっていう人でも簡単に読める本をまずは初回としてご紹介します。それは何かというと、まず結論から、本どれか、はい、こちら、これ、話し方で得する人損する人で、この本は僕がどっくらいだったかな、大学3年生くらい、学生の時にこれを読みました。めっちゃ本当にこれいい。でどういう人に読んでほしいかっていうと、今こう人間関係だったりとかコミュニケーションとかでうまくいってない人にぜひ読んでいただきたいと思います。もちろん今も現状的にはコミュニケーションがうまくいってたりとか人間関係何も問題ないですよっていう人も、もちろんこの本は読んだ方が本当にいいです。で見た目そんな難しそうな本じゃないでしょ。これだって読書苦手な人とかって本読むことが苦手っていう人は結構活字が多かったりとか、あとは文字の量とか多かったりすると少し読みづらいんだけど、これ結構、まあ、見た目的にも読みやすそうじゃん。なんか可愛い人2人いるし、この本の内容としては話し方一つで相手に与える印象が全く違いますよってことです。伝えたいことは全く一緒なのに言い方一つ変えるだけで相手に与える印象が全く違います。例えばなんかよくある口癖で、私なんかだったり、私なんて、私だってって最初に始める人、この口癖となってる人って、そこから始まる言葉っても絶対決まってて、ネガティブのことしか来ないんですよ。ネガティブの言葉しか来ないんです。私なんかこの服装似合わないもん、私なんてこれ絶対できないもんって次の言葉ってもう全てがネガティブなことしか来ないんですよ。そこで変える言葉はたった一つだけ、私なんかってところを私はって言い換えるだけです。ただこれだけです。でその時に次の言葉も全部ポジティブなことに言う。私は仕事は遅いかもしれないけれども頑張ります。でこの一言、最初の一言変えるだけで相手の与える印象が違います。私は仕事が遅いけれども頑張りますだったりとか、私は自信はないけれども自信を持つように頑張りますだったりとか、最初に私はって持つと次の言葉って基本的には全部プラスの要素、ポジティブの言葉を入れれることができます。でそういうことがもうここにたくさん載ってるんですよ。仕事だったりとか恋愛関係だったりとか家庭のことだったりとか友人だったりとか、もういろんな要素のことで使える言葉のフレーズが載ってます。ただフレーズ覚えるだけです。他にも例えば相手の悩みをね、よくあることだよって言いつける人、まあ、言う人で、ね、まあよくあることだよって相手の悩みを終わる人と、相手の悩みを一緒に考えようとするその共感する気持ち、どっちの人に今後相談しようと思った時に伝えますか。さあ、あのさ、僕さ最近ね仕事が辛いんだよねって友達に言った時に、その次の友達が、ああそんなのことよくあることだよって言われるパターンと、あそうなの、どうしたの、最近どういうことに対して仕事が辛いのだったりとか、こう相手の気持ちを共感しただけなんで辛いのかって一緒に考えてくれる友達って嬉しくないですか。しかもそういう友達とは喋りたいと今後思いませんか。だからただそのたった一つ二つっていうフレーズを変えるだけで相手に与える印象がガラリと変わって、周りにいい友達、いい仲間ばかりが集まってきます。なんでもう対象としてはもちろんこれ中学生から今の社会人、中学生から社会人全員読めます。本当に内容としても簡単です。文字数も結構少なめです。今人間関係に対して何か課題を感じている人だったりとか、コミュニケーションをもっとうまく取りたい方、そんな悩みがある人は絶対にこの本はおすすめします。なんでよかったらこれを下にリンクを貼っとくのでぜひチェックしてみてください。じゃあ今後もたくさんいい本をシェアしていくのでぜひチェックしてみてください。よっしゃ、ありがとうございました。